インターネットユーザーの実に 87% が YouTube を利用しており、ここには大きなビジネスチャンスが潜んでいます。詳細は説明文のリンクよりご確認ください。沖縄戦終結から70年、慰霊の日、戦没者追悼式で不戦を誓う。78ポイント。県民の4人に1人が犠牲となった悲惨な沖縄戦の終結から今日で70年。最後の激戦地となった糸満市の平和記念公園では、安倍総理やケネディアメリカ大使も出席して全戦没者追悼式が営まれました。また尾長知事は平和宣言の半分を割いて辺野古への基地建設の作業中止を求めました。はい、この今日のその追悼式には安倍総理大臣も訪れたんですが、集まった県民の方々からはヤジが飛んで、帰れコールが大変な数でした。いや、さっき聞いてましたけど、ちょっとすごいですよね。音はっきり聞こえますね。で、一回だけじゃなく何回も飛んでましたでしょ。そうですね。で、安倍氏だからちょっと待って収まるまで待とうとしたのかな、うん、ちょっとなかなか喋り出せませんでしたよね。ですね。あれ、国会だったら切れるんだろうな安倍氏また、あの、やじうるさいとか、なんか沖縄ではなかなかちょっと言えないよね。あの、沖縄の問題、まさに日本全体の問題であること、これは、70年と節目は何だったのかということを思えば、まだまだきちっと県民の方々の気持ちを汲み取り、そしてどう寄り添っていったらいいのか、どう解決していったらいいのかっていうのは、あの、県民の方々の目線で政治っていうのは動けないもんですかね。動けないですね。まあ、少なくとも自民党政権、安倍政権ではちょっと難しいんじゃないかな、だって対案出せとかと言ってるわけでしょ。何回も僕もね、デイキャッチでも言ってるように、さまざまなアメリカ側も案が出てて、そして日本側からも出て、にもかかわらずこの政権は移設しかないと言い張ってるわけだから、いわゆるそのもう目を閉ざしてるわけですよね、おそらく。で、ちょっとね、僕ね、これも皆さんご存知の方もいらっしゃるかも分かりませんけども、そのいわゆる沖縄戦最後の時に、この守備隊の、まあ、司令官だった太田中将のこの有名な言葉があるんですね。これはその海軍のですね、そのトップに当てた、副長官かなに当てた、その電報なんですね。で、これはまあちょっと長いんで、まあ一部だけちょっとご紹介したいんですけれども、沖縄でですね、私の知る限り、県民は青年、壮年、全員残らず防衛召集に応じてくれたと。で、老人、子供、女は頼るものが なかったため、自分だけで、その家屋や財産をすべて焼かれてしまった気の身気のままで、軍の邪魔にならないような場所の狭い防空壕に、避難したと、そういう生活をしているんだということを言うわけですね。で、例えば、若い女性は率先して軍に身を捧げ、看護婦や、炊事婦はもちろん、砲弾運びや低身切り込み隊にすら申し出するものまで出ているということですね。で、さらに、それで、軍の作戦が大きく変わると、まあ、その、人は文句言わずに雨の中を歩いて移動している。で、つまるところ、陸海軍の部隊が沖縄に駐進して以来、終始一貫して勤労奉仕や物的、節約を強要されたにもかかわらず、ただひたすら日本人としてのご奉公の念を胸に抱きつつ、まあ、暮らしているということですね。そして最後にですね、まあ、この沖縄県民各戦えりと、で、後世特別のご後輩を願うことをというのが、これ有名なセリフなわけですよ、はい、それでその後世このざまですよ。一旦コマーシャルで。